コスプレか、ね、あコスチャイナが結構大変だったんですよ。あの、まあ、女性用のだったんでギリギリ着られたんですけども、やっぱあのギュッてしまってるんでサイズ上、ああ息をあの吐けるんですけど吸えないんですよ。吐けるけど吸えない、はい、ここはもう、もう膨らまないよってなって出てくるだけだった。あるある、俺はあのメイド服着たことあるからね。いいですね、罰ゲームで。でも、ね、超大変だったよ。肩幅が入らないから、この状態でこうもう無理無理、背中閉まんないって感じで。女性的衣装やっぱ肩が入らない、肩が入らない、うん、いやこれ無理やり着ると破っちゃうんじゃないかみたいな。そう、まず最初にあのそのあるそのメイド喫茶さんの、はい、実際使われてるメイド服を借りてきて、はい、まずその匂い嗅いでから、匂い嗅いでからあいい匂いだと思ってからこう来たんだけど、はい、まあまあ無理だったね、私がね、うん、まずね、肩が入らないし、あ、うん、とんでもない暴露してると、まあまあまあ、まあ、うん、そういうこともやりますよ、それね、私番組でね番組のバスゲームだったんですけど、ね、そういうこともやらされるんですよ、あの、うん、ね、ニコニコやってるとやってるとね、もう本当に我々はあのなんか芸人かなんかと勘違いするんじゃないかとリアクション取るわけないじゃないかって感じが、あ、だから私が2の1枚いったじゃん。おーですね、うん、お、ちょっと怖い虫が出てきましたね、うん、夏っていうとあの虫取りとかしました、うん、しましたしましたしました、あ、僕ですね虫ダメなんですよ。あ、どんな虫がね、蜘蛛とか、まあ、蜘蛛も嫌ですけども、うん、あとはまあ掴むのは全般嫌ですね。結構みんなあのセミとかカブトムシとか掴んでる。子供の頃からダメだったの？ダメでしたね。あ、そうなの、だってカブトムシとかでみんなわーやってたじゃん。なんか動くじゃないですか、あの子たち。いや、それは動きます我々って動いてますよ、あのカブトムシとかは結構サイズがあるんで、うんうん、その動いてる感が何ですかね、触覚として伝わってくるというか。あ、逆にアリぐらいのちっちゃいになったら、まあ、気にならないっていう。あ、なるほど、力強さがいいだったね。カブトムシのメスっていうのがいるんだけど、角がないやつ、はいはい、あいつが非常に凶悪で、あのヒステリックですか。そう、オスはね、角を持てればいいんだけど、はい、メスって持つところがないのね、はいはい、なんかこんな感じだけど、まあ、持つところがないから、はい、そのままこれがね、うん、あのこういうところにたかったりすると、はい、ものすげえ痛いんだけど、剥がせないんで、ジャ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 ってのに剥がせなくて、メスは痛いっていう。なるほど、みんなメモっといて、メスは痛い、メスは痛いね、意味深ですね。意味深ですね。メスは痛い。メスは痛い。教訓。オスはしたいの。皆さん、今何時だっけかな。ちょっと時計が夜の10時でしょ、今ね、全然。今、全滅しました。あ、女の子たちも、ちょっと、もう、がっくりしちゃいましたね。ちょっとね。ずこーですよ。下ネタでちょっとね、来ちゃったかね。うん。で今あの、うん、とりあえず電力を消費しないんで光材、素材を使って波の力の発電とかをバンバン作っちゃったりしましたけどすごい資源でもいっぱいあるよこれ、今、まあ後で廃棄はできるんでこうやってバンバン作っちゃうのが、はい、うん、埋めちゃっていいんじゃないかなと思うね、うん、もうこの島をだいぶ開発進んできましたよ。いいね、あ、だいぶ、あ、太陽発電とかそろそろいけますよ。太陽発電きたー、ですか、太陽きたー、いいですね。どんななっちゃう、お、すげえ、電力あんま半端ないよ、いい、電力が3550だよ。でんこちゃん5万円つやべえ、もう電気使いたい放題や、ちょっと何しようトイレの電気消し忘れても怒られないやつもねよし、ここまで来たら、なんかできることが一気に増えると、なんかまず何したらいいかなって初めてパソコン買った日の夜何しようと思っちゃう、あの感じ、うん、パッと見あれですね、ハーブはじわじわですけど、これも後々のためにちょっと、あ、そうね、作りますかね、ハーブ畑よね、ハーブ畑を作って、いいな、アロマ作ってきます、ああいいっすね、もう俺この戦いが終わったら、ハーブ畑作るんだ海の見える丘にハーブ畑を作る、あ、なんかちょっと、うん、だいぶ顔面のでかい敵ですね、これは硬そうだ、硬そうだな、硬いですね、これは、あー硬い、あー硬い、あー硬い、硬い、カッチカチだよ、カチカチカズさん、なんか、はい、なんかもう言い回しが卑猥よ、ちょっと、いやいやいや全然違う、ほらカチカチ、あーカチンコチンだなって、カチンコチンのコチンカチンだなって、あららら、なんか俺らなんか、この対等させられそうな気がするね、このままいくと、調子乗りすぎて、もちろん飲んでませんよ、昼間ですからね、あ、そうですね、頭がまあ硬かったということで、頭が硬いか、なるほどね、ガッチガチ、そうですね、あー、私の目が良くないですね、明日学校、明後日学校、なんか現実を思い出すようなこと言うな、うん、まだ明日があるじゃないか、月曜なんて来ない、月曜は来ない、うん、もうずっとお盆休み、
深夜35時、あ、確かにそうだとも言えますね。あ、なるほどね、うん、お酒入ってない、お酒だって結構強いな、敵がさすがにね、あの我々もね、朝ね、うん、あの9時10時からお酒は飲みませんからね。何か拾ってたりはしないかな。お、横断の盾、ちょっとこっちを装備してみよう。お、これはなんか機動隊とかが持ってそうな盾でしょ。おー、かっこいい。これあれですね、ガンダムマーク2みたいな盾ですね、これ。マーク2の盾の、あの、あの隙間からこう見るっていうね。すいませんね、マニアから。セーブをちょっとしておきましょう。あ、セーブなんてあったんですよ、これ。今気づきました。危ないね、これ。設定。これ誰かがこの足ね、そのスタッフさんのあたりがその辺のね、うん、電源コードにあの足引っ掛けたら今終わってました、ね。うん。こういった実績もありますね。武器収集率、お、71個あると。7分の1は取りました。そんなにあんのね。じゃあそれだけグラフィック70個も作ってるんですね。大変だな。階層クリア、今18階まではクリアできたと。施設レベル、味方レベル、時間とまだ12分しか。え、まだもうちょっとってるかな。12分は嘘でしょ。うん、あ、でも12分。それか動かしてるこの工場を動かしてるだって。うん、工場ですか。工場工場工場。これかな。工場違う。工場。工場で建てたっけ。工場はこのグラフィックなんで、これですよね、うん、これを動かす、あ、ポーション生産、なるほどなるほど。ちょっと説明書読まない病がね、うん、ここで、うん、あだになったと。工場でデッドをして OK やったね。これでポーション1個に、うん、ハーブの消費量だいぶ、あ、使うのね。ポロンポロンと。これはポーションを取れてるのかな。あ、これ自動でポーション今取ってる感じですね。 なので装備で今ポーションの射出器を装備してるんで、うん、作ったそばから、うん、あの投げられているって感じですかね、これは。あー、ポーションっていうのは、使ってるの、でしょうね、ここの一番左下の青い瓶がおそらくポーションなんで、1個生産して、あ、1個なくなって、生産して、この米って届いてるの、うん、気持ち届いてます。大丈夫、あの、ね、うん、届いてはいるけど読んでないだけだから大丈夫、なるほど。あ、そうか、ポーション射出器を持ってるから。じゃあ今までちょっとあのおしゃれアイテムにしかなってなかった。あー、なるほど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 。弾がなかったんだな。マジで届いてるよ、ポーションでも、うん、今上位、ちょっとじわっとなんか増えたりもしてますけど。ああ、でも一応供給は間に合ってるのかな、これ、自動でこう生産されるのかな。まあこれで生産、施設レベルを上げると生産ポーションのが3になるって感じですか、ね、あ、マックスが3っていうことかな。結構じゃああんまストックできない感じなんだな。あ、オッケーオッケー。じゃあもう一個、あ、ミスってハーブ作っちゃった。ハーブだらけになっちゃった。まあ、ポーション作るのに必要なんで、あとベースレベルを上げた方が良さそうですね。ここを上げるといいですね、これね、多分ニコニコのねゲーム実況したことは、ニコ生で放送したことある人だったら分かると思うんだけど、みんなから見るとね、ゲーム画面見ながらコメントが見えてるんだけど、我々そのコメントとゲーム画面別だから結構ね、絶対に見えてるわけではないんですね。ですね、ゲーム画面見てコメント見 て、カメラ目線送って、そう、カメラもたまに意識して、ね、岩井君を意識してカメラが抜かれてるときはもう本当ね、抜かれてるカメラをこう意識するのも我々のね、お仕事ですからね、といっても固定カメラですから今日は。なのでね、だから私がね、天井を見上げてるように見えますが、そっちがコメントなんですよ。そっちがコメントなので、だからこう行ったり来たり行ったり来たり行ったり来たり、みんなそうです。大変だね、見てるけどね、なんでまあまあまあそんな感じで、そうだったんだ、そうなんだ、それがニコニコ生だぞ、ニコ生です。ちょっとずつ進めてたかな、ですね、増えてはいますけども、なんか新しいとこに手を出したいですね、なんか新しい分野に手を出して、まだゼロのまま動いてない数字もありますからね。これ なんだろうね。加工して作るやつのですね。加工、これですね、魚粉、魚粉、鋼鉄。何がどうなるんだい。これも上げた方が良さそうですね。レベル0のままだと、まず上がりもしないっていう状態、生産しないからね、これがあると変わるんだ、ですね。電源改良、電力の生産力が上がるっていうのもありますけど、ちょっとこれで電力、迷いますね。何クリスタル10使うのか、次のを上げるためにはちょっと10必要なんで、試しにちょっと上げてみるのもありなんじゃないかと。レベル1のままでちょっと資源が足りない、資源足んない、そういう時もある。こんなに資源があるのに何が足りないって言うんだい、気持ちか、覚悟が足りないか。あれハーブが、ね、やばい、もしかして。あ、ハーブがない、ハーブやばくね、これだって。やばいですね、端から
だいぶちょっと草がなくなっちゃいましたね。ヤギでも通ったんですかね。ハーブのレベル上げね、じゃあ。そうです。